はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの一眼レフカメラボディ、ライカ R8 になりますね。はい。ご覧の通り、非常にですね、ずんぐりした、非常に重量感のある、一眼レフカメラボディになってますね。こちらももちろんですね、フィルムカメラボディになってますね。はい。R8 はですね、それまでの R シリーズ、R7 までの、モデルと、だいぶ変わっておりまして、まあ、実のところですね、R7 までは、ライカと日本のミノルタですね、の共同開発で、ボディが、デザインされていたんですけれども、この R8 から完全にライカの独自開発になったんですね。この後にですね、R9 ですね、R9 という、R の後続機があるんですけれども、そちらはこの R8 のマイナーチェンジモデル、まあ廉価版というような位置づけになってますので、事実上ですね、フィルム一眼レフ、ライカのですね、フィルム一眼レフボディとしては、この R8 が最高峰と言って、いいと思いますね。はい。まあ特徴としてはですね、まあやっぱりですね、このライカの一眼レフカメラで、このプログラム AE とかですね、絞り優先、シャッター優先などが使えるようになったということですね。あとは、シャッタースピードがもう8000分の1秒までありますね。やっぱり一眼レフならではのですね、フォーカルプレーンのシャッターならではのですね、この速いシャッター速度が可能になってますね。あとはですね、露出系がマルチパターン速攻に変わってますね。非常に使いやすいですね。これで、ネジ、この露出系ですね、ボディをそのままプログラムとかで使ってもらって、ポジフィルムですね、の撮影も全く、問題なく行うことができますね。はい。はい。ということで、外観の方からですね、見ていきたいと思います。ご覧の通り、シルバークロムボディですね。はい。外観はご覧いただいてます通りですね。目につく、すれあたり、凹みとかですね。どっかにぶつけたり、擦ったり、当たったりした後は、全く見当たらないと言っていい。だいぶ備品と言っていいですね。こういうよくあるすれとかも見られませんし、この巻き上げレバーですね、の、白く変色も見当たらないですね。はい。皮の剥がれ、めくれ、このベタつきなどもありませんし、底面もですね、地面に置いてガリガリってやったりとかですね、落として当たったりしたような跡はありませんし、塗装の、剥がれもありませんね。はい。ミラーの劣化もなく、内部も非常に綺麗な状態です。はい。外観につきましてはですね、こう、ビデオと多く掲載してます画像で、客観的にご確認をいただけましたらと思います。はい。で、ファインダーもですね、ゴミちり、曇り、カビなどは全く見えずに非常にクリアで綺麗です。はい。ミラーもいいですね。このファインダーの内部もホコリちりとかなく綺麗ですね。で、こちらですね、プログラムとか、露出オートとかが使えますけれども、こちらもですね、こちらで確認して、動作していることを確認しております。はい。もちろんマニュアルでも使えますね。はい。ま、電子制御のシャッターになりますので、ま、この、はい。シャッターのクリーというのはほぼないと思っていただいていいと思いますね。はい。これ2分の1ですね。はい。4分の1とか。よいしょ。はい。きっちり動いております。はい。シャッターは確認済みですので、ご安心してお使いいただくことができます。この巻き上げもですね、硬くなったりせずにですね、スムーズに巻き上げてますね。はい。この巻き上げの感触が非常に懐かしいですね。はい。付属品がこちらの、ボディキャップになっております。はい。ボディの脱着、レンズの脱着もですね、確認しております。はい。ということでですね、非常に状態のいいですね、まあ、ライカの R8 一眼レフカメラボディですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ではですね、ライカの一眼レフカメラボディの、フィルム一眼レフカメラボディの、最高峰になっております。
ライカ、R8 ですね。製造年、発売年が1996年ですね。ですので、非常に新しいポジフィルムで撮影してもバッチリ撮影ができる一眼レフカメラボディになっております。もちろんですね、こちら電池も今回付属しておりますので、すぐにお使いいただくことができます。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。